犯罪組織を抑え込み、国民を詐欺から守るための国際連携を強化していくことが重要であると思います。先週、日本による国際詐欺会議が開催。20カ国の警察の捜査幹部ら100人が参加し、国境を越える特殊詐欺の現状、対策が話し合われました。中でも現代で深刻なのがネットを利用した詐欺。急速な情報通信技術の発展は我々の暮らしを便利にしてくれている一方で、犯罪組織が収益を得るための主要な手段となっており、出口はますます巧妙化しています。とはいえ、あちこちでネットリテラシーが叫ばれる今、そうそう騙されないでしょうなんて思っていませんか。実は先週、俳優要潤さんも詐欺被害に遭っていたことを報告。騙されたのはマイクロソフト社を名乗り、パソコンのウイルス感染のサポートを装ったいわゆるサポート詐欺。ただまだ43歳の要さん、ネットリテラシーが低いわけではないと思いますが、本人もまさか自分が引っかかるはずがないと思っていましたが、かなり巧妙な手口です。皆さんも気をつけてください。さらに今年3月には山梨県笛吹市の商工会がサポート詐欺でおよそ1000万円の被害に遭い、ニュースに。被害は後を絶たない状況です。このサポート詐欺、2年前にもですね、注意喚起を行っているんですが、残念ながら相談件数が減っていかないということ。まさか自分が。もしかして皆さんもそんな油断をしていませんか。ここからはサポート詐欺の実態、そしてなぜ人は詐欺に騙されるのか考えます。ゲストご紹介いたします。ネットで詐欺被害に遭った方から相談などを多く受けていらっしゃいます、 XP 法律事務所代表の今井武人弁護士です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、どういった詐欺なのか今日は体験をしていただこうと思います。室井さん、はい、室井さんはやっぱりもうこんなものには騙されないぞっていう感じですか。よく騙されちゃうよく騙されちゃう。じゃあ室井さんにサポート詐欺を体験していただきます。心配、はい、お手元のパソコンで体験サイト起動をクリックしてみてください。あ、はい、この画面はちゃんとした画面なんですよね。はい、でこれは体験用ですからちゃんとした体験用です。はい、そうですそうです。はい、では押してみると、はい、偽の警告画面はパソコンがウイルスに感染したというメッセージを表示したり、警報音を流してユーザーを焦らせます。電話をかけてしまうと思わぬ被害に遭ってしまいます。偽の警告画面はキーボード操作で閉じるボタン、何ボタンを押してますか。通常の状態ではインターネットブラウザーの右上にあるなんで安全に戻るにしてるの。押してもバツはどうですか。偽の警告画面は全画面表示にして閉じるボタンを押せなくしています。消せないですね。少しかじゃダメなんじゃ。長押ししてこのままだとパソコンが、室井さんどうにか消してください。どうでしょう。これで対処完了です。偽の警告画面はパソコンがウイルスに感染したというメッセージ。これはちょっと難しいですね。どうにか消していただきたいんですけれども。困ったな。あれがどこに行ったか分かんない。もう分かんなくなっちゃいました。困ったな。困りますねこれね。誰か詳しい人いないかな。消せる人いらっしゃいますか。まあ誰かこれ消せそう。やってやって。エスケープボタンを長押しすれば消える。なるほど。今これでペケが出てましたね。右上にペケが出ました、ね、これでペケを押すと閉じる。その後に閉じるボタンをクリックして画面を閉じます。これでもペケを押せば閉じる。カーソルが不明になってしまう。はい、閉じました。さすが。できた。室井さんはできなかったんですけれどもこれ辻さんだからできた。いやいや、そんなことないですよ。一応
ちょっと一つだけ言いたいんですが、先ほどの辻さんの方がサポート詐欺の手口が詳しい、はい、悪用の手口を辻さんに聞きますってだけ聞くと、うん、僕が犯罪側みたいな感じで、一応こういうのを防ぐ側というか守る側の仕事をしているという上で聞いていただきたいんですけど、これはあのやり方さえ知っていれば、うん、あの閉じることができます。今みたいに 焦ってしまうような状況を作ってしまって、右下に電話番号とか出てたと思うんですけど、うん、あそこにかけるとお金を払えって言われたりとかするんですよね。で、詳しくない人だと、まあ、先やったみたいに何を押しても効かなくてずっとピー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 言ってるっていう状況が続くんで、もう壊れたとか乗っ取られたとかって思ってしまって、ついつい電話をさせて してしまうっていうような状況を作る。もうそういう時は例えば再起動とかも、はい、そうやって強制で消しちゃった方がいいんですか？はい、今のだとその強制的に消す方法ってパソコンにはいくつか方法があるんですけど、うん、そのボタンが効かなくされてるんですよ。なので僕が今やったのは唯一残されてる方法で、エスケープキーを長押し、一回押すだけじゃなくて長押しすると、うん、閉じるボタンが現れて、うん、それで消せるっていう風な方法になってるってこと。これエスケープボタン分かりますか、森さん？この ESC って書いてるこれ Mac とかもエスケープボタン、はい、そうですね、はい、全部同じ共通ですか、はい、初めて見ました。エスケープボタンこれこんなにピーピー音が鳴って、はい、焦る。カフェとかだったら最悪ですよね。外で人目も気になっちゃって、やっぱり、うん、あのバツのボタンとか普通押したら消えるのに、はい、全部消えないようになってる。そうです、あれ偽のバツボタンなんで、全画面表示してるだけなんですよね。その皆さんが使ってる普段こうインターネット見てる画面あるじゃないですか。怖いのが英語で全部書いてあるから適当に押しちゃいそうですよね。はい、ああそういう時もありますね。あの本当ははい押しちゃいけないのに、なんかわからんかったら全部はい押すみたいな人もやっぱいらっしゃるんで、それでウイルスに感染するケースとかも中にはあったりします、ね、でこれ間違えたの電話番号に電話してしまった場合はどうなるんですか？電話すると繋がって、繋がるんですね、はい、その電話口に、まあ、その詐欺の犯行グループの人が電話口に出て、うん、まあ、ウイルスに感染してるんで、それを何とかしたかったらお金を払ってください、サポートの契約をしてくださいとか、うん、あとは、まあ、よくは他によくあるやつだと、あのコンビニで、まあ、ギフトカードを買ってきて、はい、その数字を教えてくださいとか、あとここに振り込んでくださいとかっていうふうなものもありますし、まあ、そこまでだ今までのだったらまだ手ぬるい方かなっていう、もっとえぐいものも、あのパソコンがそのウイルス感染しましたって言って、はい、それでそのなんていうんですか、あのそれ直してやるからっていうのを個別で営業みたいなかけてくるってことはないわ、はい、ないですないです。あ、ないんだ。基本的にはないです。大体もうほぼほぼああいう画面が急に出たら全部詐欺だと思って問題ない、うん、ちなみにどういう画面を見ていったら出てくるんですか？そのちょっと怪しいサイトなのか、はいはい、今一番これは件数が増えてる、相談件数も増えてるっておっしゃってましたけども、うん、入ってくる経路が普通の経路なんですよ、うんうん、例えばなんかこう人に言うのは後ろめたいようなサイトを見ててこういうものが出てくってつけ込まれるではなくて、通常のニュースサイトとか、まあ、例えば新聞社のサイトとかに表示された広告あるじゃないですか、うん、あれがその詐欺グループが出した広告、怖い。でクリックするとさっきみたいな画面になってしまう。そのすっごい室井さんに申し訳ないんですけど、今その見たサイトとかって結構なんていうんですか、あるあるなのかなと思ってしまうんですよ、はい、結構まあベースレベルって言ったらすごい申し訳、本当に申し訳ないんですけどなんていうんですか、結構あのよく見る画面ではあるから、もう本当に20代とか今の10代の子たちとかだったら、はい、エスケープボタンっていうのは結構知ってる人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で私実際一回そのネットで詐欺にかかったことがあるんですけど、はいはい、そうなんですよ。その時ってちょっとアメリカのサイトにはなってしまうんですけど、すいません、なんかめっちゃかぶれとかじゃなくてずっとアメリカそうアメリカの話しか、そうあの申し持ってこれる話がなくて申し訳ないんですけど、はいはい、あの何ですか、自分で会社を立ち上げる時に、はい、あの EIN っていう会社の登記番号っていうのが必要になった時があって、うん、で私それをなくしてしまってメールに多分埋もれちゃって、あどうしよう、どうやって検索されてくるかなと思って Google で検索したんですね。でそしたら Google の一番おすすめ、一番先におすすめに出てきて、はい、それクリックして、そうで Google のもう一番先に出てるからじゃあ大丈夫だって思ってけあのあの押したんですよ。 Google の検索結果の上って広告なんですよね、はい、大体は、はい、でその広告が実はその悪い人たちが出した広告で、それって Google って精査しないんですか？悪い人たちが出してるやつ で結構そのサイトでも後からじゃ詐欺に遭いましたっていうのを気づいた時に、その詐欺が詐欺ですよっていう詐欺レビューサイトみたいなのがあったんですよ、うん、もう何千件もの人たちがここは詐欺サイトだからみんな気をつけてねって書いてあるんですけど、大体たどり着くのってもう詐欺に遭った後じゃないですか。これなんで Google がこんなに被害があってるように何千人何万人いるのにこう広告を出してる人たちを許すのかとか、でニュースサイトとかもそうじゃないですか。日本でもユニクロオンラインにこうあのアクセスしてたらそこから詐欺サイトが出てきたのか、そういったことどこから出てもおかしくはないですね。プラットフォームとして防ぐことはできない、うん、
それ結構仕組み上難しくて、その広告がその出稿されてから僕たちに届くまでって数多くの代理店を通るんですよ、うん、なのでどこが出したものかっていうことがまず追いにくい。まあ、表面上は Google の広告ですなんですけど、その下にはいっぱい代理店がいるのでなかなか潰しにくいっていうのもありますし、あとあのクリックした時にその変なものが出ないかどうかの精査テストしてないかっていうとしてるんですよ。してるんですけど、でも数がすごく多いので自動化してるんですよね。自動化してるとなんか変な動きをするかどうかだけを見ていて、攻撃してる側詐欺グループもそれを見てるのを知ってるんです。例えばクリックするだけだったら何も起きないんですよ。うん、マウスを動かした、要は人の動きが見られた時にだけあの画面が出てくるっていうふうにしてると、チェックには引っかからずに僕らには届いてしまうんです。限界がやっぱりあるんですよ。話を聞いてると、え、騙されるわけないよねって、そんな電話番号書いたって電話口で言われたら、いや、おかしいって思わないのかなって思っちゃうんですけど、思わないようにできてる。思わないですね。なんでですか。やっぱり何かしらこう人が突き詰められると、なんか悪いことしてるかもしれへんと、うん、自分で悪い方に考えてする、うん、あのケースも多いし、あとはその一回引っかかったとさっきおっしゃってたんですけど、あの相手って手口変えてくるんで、最近とかだとちょっと今回 の, そのサポート詐欺とは少し話がそれるんですけど、うん、そのこう、まあ、性的な写真を交換しましょうみたいな感じで連絡をしてくる詐欺があって、うん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 、で自分が送った途端に脅迫してくるとかもあるんですね、うん、でそういったので、まあ、メールでそういうのを送ってくるケースもあったりするんですけど、最近は流出した情報を使って、うん、住所とかって漏れちゃってるじゃないですか、うんうん、住所を Google で検索してその写真、ストリートビューの写真をくっつけて、お前いいとこ住んでるなっていうのもあるんですよ。怖いですね。なのでそういうのも引っかかるんですかねっていうのをおっしゃったんですけど、はい、今の手口知らなかったです。知らなかったです。それが急に来ると、ね、やっぱ焦るもんだと思いますよ。そもそもこの電話番号とかって、あの犯人グループはどっから入手してるんですか。あ、名簿ってものがありました。まあ、まさにそれこそまた詳しい話だと思うんですけども、はいはいはい、まあ、電話ってのはどちら側の電話番号ですか。その LINE だったりとか、うん、電話海外からかかってくる。私もかかってきます。最近多いですよね。カナダ、アメリカからの国際電話結構。そうです。オーストラリアからもかかってきます、ね、友達一人もいないのに。あれ出たんですか。あの番号で、ね、番号だけ調べた。コールバックさせたりとかすると、そのコールバックしてかかったお金が自分たちにいくらか入るっていう詐欺結構昔からあるんですけど、そういうのも中に。あ、それで言うと、あの私一件じゃなくてもう一回あれだ、詐欺にあったことだから、そのさっきも結構あってますね。あの若い人がかからないんだよっていうのじゃなくて、うんうんうん、若い人もかかるから気をつけようねっていうので、すごいあの注意喚起になればいいなっていうふうに私もすごい質問させていただいたんですけど、一、うん、回その飛行機乗るときに、その飛行機 の, あのフライトを私が寝坊してミスりそうになっちゃったんですよ、うんはい、でそれでその航空会社に電話して、あのじゃあ便を変えてもらおうっていう電話をしたときに、一、うん、回それ切れちゃって、また全然違う航空会社の違う番号からみたいなか何かで電話かかってきてて、でそれでじゃあこの当日の便を変えるとしたら600ドルかかります、まあ、当時の為替でいうと大体8万円ぐらいかかるって言われてて、ただ私もどうしても行かなきゃいけなかったから、あ、やばいやばい、600ドルもかかる、どうしよう、じゃあ払いますって言っちゃったんですよ。で実際便は変えれたんですけど、あとから600ドルって高いのおかしいぞって思って、あの、まあ、もう一回そのハワイ、まあ、言っちゃった、航空会社に電話しちゃったんですけど、はい、航空会社に電話したら、え、この便だったら20ドルで帰りましたよっていうふうに言われたんですよ、ちょっと待ってとみたいなふうになって、それであの600ドル下げられて、まあ、でも YouTube にしてあの元は取れたから全然分かったんですけどこういった場合は実際に便は変えてるわけじゃないですか、お金は多く取られてますけど、それでもやっぱり詐欺として扱われる。まあ、あの正当なその利益じゃないものを取られてるので、それはまああの詐欺扱いにはできると思いますけど、やはりもう額が額なので、まあ、多分そのためにじゃあ弁護士に相談したり警察にっていうと、ああもったいないなってことで、まあ、ご自身の多分時給とかと比べて、ね、泣き寝入りせざるを得ない。全然、私の時はそのアメリカってそのクレジットカードってすぐディスピュートって言って、あのこれ不正に取られた金額ですよっていうのですぐその返金してもらえるんですよ。なのでその手続き自体も本当に 2,3 分で終わってお金は返ってきたんですけど、じゃこの場合日本に私最近移住してきたんで、日本でこういう私結構バカだから引っかかりやすいので引っかかった時ってどうしたらいいですかね。そうですね、そこを聞きましょう、うん、もうお二人にじゃ聞いておきましょう、うん、はい。まあ、やっぱりこの立場からすると本当に気軽に無料相談ができる弁護士に聞いてほしいと思います、うん、そのやっぱり110番したところで警察はお金は返して
っていうところには力にはなってくれなくて、逮捕はしてくれるけども返金というのは基本的には彼らのお仕事外なので、返金してほしいですと何なら迷惑がられることさえあると思います。お金返してほしいですもんね。そうですね、そっちの方がもちろん逮捕はしてもらいたいとは思うと思うんですけど、でそうした時にまああのまあ詐欺の専門家の一応してるっていう人にまあ自分の話みたいな恐縮なんですけどした方がいいと思っていて、やり方わからないとそれこそエスケープボタンみたいなレベルのことを知らない弁護士の方もやっぱいらっしゃるので、ここかとここから始めましょうみたいなことを、まあ、すぐに多分一時的に無料でも教えてもらえる先生をちょっと探されるのがいいかなとは思います。じゃあ辻さんからも、もうこうなったらまずこうしろという対処法と、ね、はい、はい、さっき室井さんがおっしゃってたのが結構的を置いてるなと思ってて、ウイルスに感染して してますって出ても面倒くさいから無視してたって言いましたね、それが一番正しいんですよ。相手にしない。でもさっきみたいに画面が出てきてしまって、どのボタンを押したらいいんやっけと思ったら、もう最悪パソコンの電源切ってもいいと思います、基本お金を要求した詐欺だと思っていただければいいと思います。それでもう一回電源入れてちゃんと復旧するんですか。はい、あ、大丈夫、大丈夫なんですね、はい、何かそのウイルスを仕込まれてるとかいうケースでは殺菌みたいなやつではないので、あとはまあそのこれ難しいんですけど、こういった話題をなんか家族だとかもっと身近な話題で話をしてもらって、そのやっぱりリモートワークとかが増えて人にすぐ聞けないとか、まあ人の距離がちょっと遠いとかっていうのも最近あるかなと思ってるので、まあそういうことを話せる友達とか身近な人を作った方が僕はいいかなと思います。なるほどね、はい、基本詐欺だと思っていいと思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。